ボンジュール皆さん、ありがとうございます。ボンジュール、ボンジュール。さあ、ここが出張レストランビストロラタトゥーユの会場だ。まもなくシェフが到着される。しっかり準備をしてくれよ、見習い君たち。はい。メダンゼンメスユー、皆様ビストロラタトゥーユへようといらっしゃいました。これより皆様を味覚のフランス旅行へといざないます。え、どこへですかって、はい、世界で一番おいしいのはフランス料理です。そしてフランスで一番おいしい料理を味わえるのはパリ。パリで一番おいしいと言われているのが我らがシェフレミーの料理です。本日は伝統的なフランス料理のスペシャルメニューで皆様をおもてなしいたします。シェフレミーがはるばるフランスから持ってきた秘伝のレシピはきっとご満足いただけるはずです。おい、シェフの到着はまだか。あ、どうも。まだみたいです。すでにお客様が大勢お集まりだ。とりあえずお客様からご注文をお受けして私が時間をつないでおこう。さあ、今日も忙しくなるぞ。それでは早速お客様からのご注文を受けたまわります。カーテンボンボン。今回の出張レストランのためにスペシャルメニューをご用意いたしました。それあら、かわいいプチムッシュとマドモアゼル、ボンジュール。あー、みんな笑顔でありがとうございます。ボンジュール、ボンジュール、ボン。あ、お客様、こちらメニューになっております。ご覧ください。当店のご利用初めてでいらっしゃいますね。それでしたらブルゴーニュより直送の子牛を使った赤ワイン煮込みがおすすめです。新鮮な野菜と一緒に柔らかくなるまで煮込んだ美味しいシチューです。デリスティーユ、シンプルですが素晴らしい一品、お口の中でとろけますよ。さすがお目が高い。少々お待ちくださいね。ボンジュールお客様、ボンジュール、ビエンブニュ、ビエンブニュ、ようこそようこそ。ボンジュール。あ、お客様、ご注文は、いや、私が選んで差し上げましょう。お客様、私はオーラが見えるんですよ。オーラを見る限りですね、赤緑黄色、赤緑黄色、ラタトゥーユにいたしましょう。これはもう決まりですね。これはシェフレミーの得意料理の一つです。トマトガーリックソースの上に色とりどりの野菜が層に重なって盛り付けられた美しい一皿です。トレビアン、あの辛口評論家の言い子も、これは絶品だと言いますよ。そうだ、せっかくですからビシソワーズも一緒にお召し上がりいただきましょう。じゃがいもを炒めてブイヨンを加えてコトコトコト煮込み、旨味が十分出たところでそれを丁寧に裏ごしし、仕上げに生クリームを合わせた非常に滑らかな舌触りの上品なスープです。それから当店自慢のパンとカンパーニュもお付けしますよ。というわけで本日のスペシャルメニューオーダーいただきました。シェフがいない。さあ、どうしましょう。肝心のシェフがまだこちらに到着しておりませんので、私が時間を間違えたからですかね。ということは責任問題で私がクビ。今日まで誠心誠意ヘッドウェイターとしての務めを果たしてまいりましたが、私のウェイター人生よ、さらば。私たちができるところまで準備を進めます。シェフが到着したらすぐに調理できるように。私は下ごしらえ。俺は食材や食器の準備を。いやいやいや、君たちだけで本当に大丈夫か。シェフが早く到着してくれればいいんだが。シェフを見ませんでしたか。白い帽子をかぶった、あ、笑ってらっしゃってる。首振っていただいてありがとうございます。見てないですね。まさか海から来るわけじゃあるまいし。ほら、貴重な食材で君何をやってるんだ。
待って、これあー一緒だよね、これ違うよ、ね、違う、もういい、分かんないんだったらこれ全部ちょうだい、あー、全部違うよ、よかった、お客様には下ごしらえのデモンストレーションをご覧いただいているところです。あ、普通に調理が始まりましたね。だってただの下ごしらえですからね。あ、君たち何をしてるんだ、そんな調理法誰に習った、こら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 、あああ、そうそう、調理器具をうまく使いこなすためには、あ、危ないね、調理器具と仲良くなる必要があります。泡立て器の場合は特に手首の柔軟性、柔らかさ、そういうのが必要になってくるんですけどね。 でも自分が回る必要はありますかね、ちょっとわからない。ほら、それはフランスから持ってきた貴重なスパイスじゃないか、いくら高いんだからな。なんだよ、何をする気だ、あーこれただのニンニクでした、よかった、それは高い、それは高い、それは高い、それも高い、ほらほら、ちょっと、ダメだ、ダメだ、おこさー、よかった、危ない、ダメ、ほら、弾も持ってジャンプしちゃダメ、これ一般常識です、ハードにも、ハードにも、申し訳ございません、すべて想定外でございますからね、卵を地面に置いちゃったね、これもいっぱい常識だね、ほら、同じか、常識を超えた何かが起こしております。めまいとしては来ました、鍋が空中に浮いている幻覚も見えてまいりました、どうしたらいいんだろう、あ、鍋から煙、煙、うん、君たちはもう二度と調理台に立たせん、おお、もうすぐ、はあ、一体何の騒ぎです、あ、スーシェフ、シェフ、それにシェフレイビー、お待ちしておりました。この見習い2名が下準備を先に始めておくと言い出しまして、ご覧のありさまです。手伝おうとしてくれたことはわかるが、どうしてこんなことになったんだ。シェフレミーの憧れのシェフグッソーは誰にでも料理はできると言っていた。だが他にも料理には大切なことがある。キッチンのスタッフは自分の役割に責任を持つ、そしてチームワークで働くんだ。そうだ、スーシェフ、もう一度全員で調理をするのはどうです。皆さんも手伝ってくださいますか。みんなで作った料理はきっと格別に美味しくなるはずだわ。おお、素晴らしい考えだ。シェフレミーも手伝ってくれるよね。ああ私たちに任せなさい。あ、ところで注文は。はい、子牛の赤ワイン煮込みとラタトゥーユをご注文いただいております。なるほど、よし、それでは早速調理再開といこう。いいね、しっかりついてくるのよ。はい、さあお客様がお腹を空かせているとスピードを上げて手際よくいこう。ウィーシェフ、皆さんはダンスを踊って2人にエールを送ってあげてくださいね。私も皆さんと一緒にやりますよ、頑張りましょう。周りの人にぶつからないように気をつけてください。さあまずは料理の要、下ごしらえから野菜を均等にカットしていくぞ。まずは野菜の包丁を持って、準備はいいか、いくぞ、3、8、6、ドンドンドン、早く、ドン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 、早く、次はスライス、スライス、スライス、シュッシュッシュ、スライス、スライス、シュッシュッシュ、煮込み用には野菜の大きさを揃えて、ラタトゥーユは薄く丁寧にスライスするんだ。柔らかくなるように叩く、リズミカルにいくぞ、3、8、ドン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 、レンダードン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 、レンダー、軽くなく優しく叩いて、ドン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 、レンダー、しっかりと食材と向き合うことが大事だぞ。軽くなく軽くなく、よし、肉が柔らかくなったら塩コショウだ。みんな水を持って、3、はい、塩で
胡椒振って塩をパッパッパ胡椒をパッパッパ塩振って胡椒振ってもっともっと大胆に完璧だ。さあ今度はフランス料理に欠かせない美味しいパンを作りましょう。美味しいパンを作るには小麦や水、イースト菌ももちろん大切だけど一番は愛情を持って生地をこねることが大切なの。まずはレフリーのお手本を見て。さあ皆さんも一緒に8の字に生地をこねましょう。そうです、回して次は生地を持ち上げて、あ、チェフエミの真似をしていいですよ、愛情を込めてその調子、もう一度。さあ今度は皆さんの番ですよ、一緒に生地をこねましょう。両手を上げてください。皆さんいいですか、周りの皆さんも一緒に手を上げていきますよ。さあ、はい、8の字に大きく生地をこねて回しましょう。生地は生き物、優しく優しく触ってあげてね。8の字に、そういいですよ、回して、次はぐるぐるこねましょう。上から下も上も、次は両手でプッシュします。上にプッシュプッシュプッシュ、交互にいいですよ。さあ最後は丸く丸く生地を整えて、できてきたわ。火加減に注意しながら手際よく何品も同時に仕上げる。まずは鍋から、さあ回して、早く、いい香り、もう一度。さあ皆さん、シェフレミの真似をして、いい香り、次はフライパン出して、引いて出して引いて、早く大きく回そう、もう一度出して引いて出して引いて、その調子。皆様、手拍子で応援しましょう。もうすぐ完成よ。さあ、私、してごらん。いい、もう少し引っ掛け、そのくらい。そう、こうやってみて。いいわ、うん、この調子、いいわよ。マニフィーキー、いやお客様のご協力もあって本日も一段と素晴らしい料理の数々が出来上がりましたな。いかにも、これでやっと君たちも大切なことに気がついたはずだ。一人前のシェフになるために大事なこと、それは単に料理の腕を磨けばいいということではないんだよ。その通り、シェフ同士がお互いに協力すること、尊重し合うことが調理をする上で一番重要なことなの。仲間にも食材にも愛情を持って調理をすれば、それはお料理に必ず現れるものよ。シェフレミ、彼らを見習いではなく我がラタトゥーユ出張レストランのシェフとして認めようと思うんだが、どうだろう。そうと決まれば、シェフの証よ。これからはこれをかぶって胸を張って、この出張レストランで腕を振るってちょうだい。やったー、ありがとうございます。皆さんのお手伝いのおかげです、ありがとうございました。ここはポンチュー小さなシェフレミから
一緒に調理を手伝ってくれたここにいる皆さん全員にサプライズがあるんです。お料理とおもてなしお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。また絶品のフランス料理が食べたくなったらいつでもシェフレディの出張レストランをご利用ください。僕たちが腕によりをかけて一生懸命おもてなしいたします。さあ次の料理の準備だ。シェフレミスペシャルメニューは考えてあるかい？またおもてなしできるのを楽しみにしていますね。ご来店ありがとうございました。またお会いしましょう。待つ